逃げ真っ白や。これこれ。To you, got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste it. There's something about the way. うんげー真っ白や。ね、真っ白だ。去年の白馬よりじゃない？全然積もってる。全然積もってるよね。またレベルアップしちゃったね。昼過ぎちゃってて、うん、お腹も空いてるから道の駅白馬のレストランリベンジで。そうだね、今日どう過ごすか考えよっか。道の駅の、うん、除雪車だ。え、なんかすごいタイヤ傾いてない？おおありがたいね。すごいあれに続けってトラックが、ね、あのトラックがつけてるからもう正解。そうだね、チェーンつけてて正解です。今日はリベンジの日です。リベンジです。これで、うん、あるかな。リベンジ。わあ、え、でもメニューに入らない。入った入った入った。あらあら昨日売り切れだった。よく集めて。逆にこっちないよ、白馬の。ほら嬉しい、やった。あとどうしよう。これか、うん、やばいね。やばい、やばい。めっちゃいいんですうちこっちでいいの？もう半分こするもんね、うん。これこれ半端ねえ。半端ない。てかこれも、ね、これ全然あったかいうちに食べないといけないから一緒に食べよう。いただきます。あ、いただきます。いただきます。うわ、あ、やばい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 。なんか普通の肉より、うん、ジューシーな感じが、ね、やっぱなんかプリプリだよね、うん、うまい。でもこれ食べたらびっくりするよ。マジ、うん、半分早っ。うまい。これ半分、うん、もうちょい食う、うん、いいよ。うまっ。これ半分だと思います。ちょっと半分より一口いっちゃった。許す、チェーンやってくれたから。いただきます。いや、これこれうまい。甘くない？うまい。どっちが好き？ダブル丼だったらダブル丼にするけど。なんだろうね、いや、うん、白馬の豚がうまいんだろうね、うん、あのぜひ A コープに行ったら、A コープに行ってるんで。あとは全体さ、あったかい歌にいただいちゃって。もち米だもんね。うん、あ、うまいわ。あんこ好きにはたまらん。うん、甘すぎない。なんかお汁粉とかさ、うん、多分砂糖がめっちゃ入ってて甘い、うんうんうん、だから餅しか食えない時あるのね、お汁粉。あ、甘すぎて。これはもうこっちを食べたい。あったかい、まだ。うん、うまっ。うまいっしょ、うん、もちもちなんだが。これ全部食べてるの？本当に？うん、4つ食ってる。ね、この中にお餅8個も入ってたの？多分入ってた。うん、ごちそうさまでした。こっちも除雪してる、ね、止まるで。止まるね。完全止まる。停止線がマジでわからない。今日は大寒波で大雪予報だから、ちょっとおとなしくゆっくり白馬で過ごしましょう、うん、そうだね。
もうただの雪景色を楽しむ日。そうだね、雪の免疫がないからね。そうだね、こういう時はちょっとおとなしくしておこう。それこんなようにでしょう。多分そうだと思う。靴洗うな。どこにしようか。結構荷物あるよ。これ全自動だって。全自動？あ、出た。吸水速乾燥リンスシート。これ分かんなくなったやつ。この間残り持ってきたんだ。ああ、それ使う？ね。でも全自動だといくらするんだ？でもこれあれ洗剤ソフトが自動的に。ああね、そうだわ。めっちゃある。わわ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 。ポチのとこ行あるね。ポチのとこ寄ってるよ。すんげー吹雪いてるね。うお。カンタロのお風呂バッグどこだろう。ああ。うわあ。やば。やばい。普通に吹雪や。ゴーグルが必要ね。ゴーグル必要。もう横殴りだもんね、雪が。そのピーすごいね。マイナス5度ぐらい。あと1時間後だから。じゃあ16時でいっか。じゃあ1時間後。はい。意外といますな。うん。あ、ワンちゃん。雪似合うね。だって楽しそうじゃん。ね、どう？乾いてる？あ、乾いてる。あ、マジっすか。1週間に1回で洗濯いけるかね。いや、持ってく服も選別しなきゃいけないからな。なんか厳しさ増した？厳しさとは寒さはね、マイナス5度ですね。開かも。今日はおとなしく車の中で韓国料理。うん、温まる。サンサンパーク混んでるかね。どうだろうね。まず早いと思うけど、ちょっとトイレに近いところ。そうだね。ね、雪の日はトイレに近いところに限る。うん、真っ白。真っ白。お、除雪入ってるよ。サンサンパーク。本当だ。サンサンパークめっちゃ除雪されてる。すごい。すごい。ありがた。邪魔にならないところに。そうだね。あ、なんか人が倒れてる。え？引いちゃった？救急車があのおっちゃんの車の中を見たい。あんな上に
背の高いハイエースあるって。うちはあの車の中ちょっと拝見させてもらったけど、めっちゃめちゃ家だったよ。マジ？うん。いいな。ねえ、いいよね。じゃあ作っていきます。シュッて出すと臭くなっちゃうから、うん、出したくないじゃん遅くスッて出る、出る。なるほど、うん、そんだけ。今日の料理は豆腐、うん、野菜、スンドゥブ、スンドゥブ、トッポギ、トッポギと、ちょっと韓国料理ってことで、ね、チャミスル2本、トッポギ、トッポギ、あ、なんかいろいろ入ってんだ。とりあえずこれで火かける。うん、でももうなんか窓凍ってんだけど本当だ、降ってるね。こっちにするか、ちょっと構成させよう、うん、ツバメ三条スプーンで豆腐、豆腐、わ、飛んじゃうかな、水吸うしかない、吸う、寿司が、ああ食べる食べてる、右、右側、ブラブラ。じゃあもう割っちゃおう。熱い、よいしょ。なんかあれだね、やっぱ、うん、キムチ鍋とは違って魚介の匂いがするね。うん、あとソーセージやって、あ、そっか、ソーセージ、もう一回煮る、5分ぐらい。あとソーセージはとりあえず5本入れる？うん、ちょっとこれで使ってもらって、採点か、強火で2分間焦げないようにかけますよね、煮込みます。めっちゃ簡単じゃん。60ってどんぐらいだと思う？これぐらいかな。いやー、もうちょっとだと思うよ。60でしょ、うん、だって100って結構あるもんね。50のこんぐらい、うん、そんぐらいだと思う。あと強火で2分間、うん、ちょっと見てみよう。ええんちゃう？いいんじゃん。いくよ、2分間。うん、あ、何も変化がない。餅と餅がくっついてるんだ。焦げなきゃいいんでしょ、うん、韓国料理ってちゃんとしたところで食べたことあんまない。韓国で食べたい。じゃあ 1,2,3 で横ずれて内側前に行くっていうやつじゃないの、交代って。交代なし。なし？なし。いいの、うん、ありがとう。今日ずっとなんかやってもらっちゃってる。ね、え？ねって言う、そういう時。あー、柔らかくなってきた、餅。ほんと？うん、おいしい、うんうんうん、おい、うんうんうん、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いただきます。いただきます。うん、おいしい、あったまる。あったまるね。うんうん、トッポギ甘い。うん、忘れてたぜ。乾杯、はあ、うん、めっちゃ汗かいてる。やっぱこれでしょ
うま辛い、うまい。むせた？誤嚥した。若いうちに誤嚥しときな。年取った時にすんじゃなくて。若い時にしてたらもう年取ってますよ。あのおじちゃんよかったね。心臓とかじゃなくて本当によかった。サンサンパークに入ったらね、人が倒れてたんだよね、うん、人が倒れてて、マジで除雪車に引かれたのかな。いや、うちは止まってんのかと思った。でもね、うめき声が上がった時点でよかったって思ったよね。いや、マジで危ない、あそこの道ね。俺も本当に気をつけていこうと思って滑った。本当に氷だった、うん、頭からストンって、うん、打っちゃって、うん、かかとがズルっていった後、あとあった、うん、視線も合わないしね。除雪の人がパッと降りてきたから、うん、あ、やっぱ引いたんだと思って。結局歩いて救急車乗れて、うん、搬送にはなったけど、一泊とかかな、なんか大丈夫そうな感じはするけど、あのおじちゃんはサンサンパークに車を取りに行かなきゃいけないから。辛いけど食いたくなっちゃうんだよね。だからそれが韓国料理の沼だよね、きっと、うん、辛いのって美味しいよね。辛いけど進む。結構辛いよね。うん、結構辛いよ。あったかい。ね、待って、なんでよ。マジででもあったかいね。じゃあ韓国料理シリーズだな、冬は。冬は韓国です。雪が降ったら韓国料理、雪が降ったら韓国料理。何その感じ。もう一本買ってきて。じゃんけんで負けた方が。ちなみにだけど、最寄りのコンビニどんぐらいなんだろう、距離あんの。現在地分かってるよ。現在地分かってるよ。俺のやり方はね、こうしてじゃん、うん、はい、今 2回しか押してない。なんか腹立つね。2回しか押してない。分かったよ。拡大はさせて、拡大させてよ。あ、ほら、やっぱあの成分だよ。これ一番近いですよ。よし、これで裏方できたでしょ。半分こするか。うん。時間があったら本場の食べたかったね。うん、また今度。なんか綺麗、綺麗味が。一番低かったのがマイナス6.3度とか6度、5度、6度ぐらい、ずっと。へえ。気温が上がらないって考えるとすごいね。まあ、確かにね、朝になってもね。